2016年8月21日、韓国ソウルの日中の気温が 36.6 度とこの夏最高を更新する中、暑さで地下鉄駅のホームドアのガラスが割れる珍事が起こった。韓国 KBS テレビが伝えた。21日午後4時40分ごろ、ソウル地下鉄首都圏電鉄1号線テバン駅のホームで突然ポンという音がし、ホームドアのガラス1枚が粉々に割れた。駅を管轄する韓国鉄道公社は、猛暑による熱気でガラスが割れたものとみて、ガラスの交換作業を行った。テバン駅は地上駅で、大型のガラスが前面に取り付けられたドアが各ホームに設置されている。この報道を受け、韓国のネットユーザーがコメントを寄せている。40度にもならないのにガラスが割れるなんて、不良品か手抜き施工だろう。これじゃ暑い国の地下鉄なんてガラスが全部なくなっちゃうじゃないか。どんだけ安物のガラスを使ったの？ホームのガラスは安物、窓口のガラスは最高級だろうな。暑さに怒った誰かが石でも投げたんだろう。暑さでガラスが割れるなんて、何でも暑さのせいにするんだな。なぜ他のガラスは割れてないの？暑さもここまで来ると天才だ。うちの1万ウォン約890円の窓ガラスは近くで夜間のお湯を沸かしても割れないぞ。窓枠にガラスをはめるときに締め方がきつすぎたのでは？ガラスが膨張して割れたとか。地球温暖化の深刻さを身をもって感じた。次の世代が生きていける天候が続くのか心配だ。